新シンカルジャは、フランスイブリーヌ県、ポワシー出身、モロッコ代表のサッカー選手。ポジションは MF。パリ近郊のポワシー出身で、地元のクラブでもあるパリ・サンジェルマンのユースチームで育つと、2000年に、ポルトガルのスポルティング CP に移籍して、トップチームデビュー。2001年にイタリアセリエ B のテルナーナに移籍すると、ここで活躍。以降は、 イタリアのクラブを渡り歩くことになる。2005から06シーズンは、名門 AS ローマに、レンタル移籍し、セリエ A デビュー。12試合に出場し、ユベントス FC 戦では、セリエ A 初ゴールを挙げる。このシーズン終了後は、テルナーナに戻るはずだったが、テルナーナがセリエ C1 降格を決めていたことから、復帰を拒否し、2007から08シーズンは、 セリエ B のピアチェンツァに移籍2008年1月から AC、シエナにレンタル移籍しセリエ A に復帰すると、ユベントスやフルスのローマからゴールを挙げるなど、中心選手として活躍し、シーズンオフにはシエナに完全移籍する。2008から09シーズンは、背番号10を与えられると、期待に応える活躍を見せた。シーズンオフには、 ジェノア CFC に移籍金300万ユーロ、大体選手2人という条件で移籍したが、2009年10月14日の練習中に左膝人体帯断裂の大怪我を負った。2011年1月、インテルへ買取オプション付きのレンタル移籍をすることが発表された。シーズン終了後、インテルがオプションを行使しなかったためジェノアに復帰した。 フランス出身だが代表では、自らのルーツであるモロッコ代表を選択し、アフリカネーションズカップに3度出場、ロンドンオリンピックに出場している。2012年にカタールスターズリーグのあるアラビドーハに移籍したが、2013年3月のあるガラフ派戦で、相手のネネと乱闘騒ぎを起こした以上、その事件がきっかけでアルアラビを解雇された。 2014年10月10日、FC 訴訟モンベリアルに加入した。2015年9月、FC ステアワブカレストと1年間の契約を締結した。ありがとうございます。